後半ですね、さらに新成人の皆さんに素顔をね、ちょっといろいろ探っていろいろ本音を聞いちゃおうという、あ、面白い、はい、のやりたいと思います。皆さんね、お手元にですね、こちらの丸バスプレートありますね。今からですね、いろんな質問をしますんで、もう正直にもう丸か×かを出してほしいんです。はい、もうこれもう正直に本音を聞きたいんですからね、今の形をどんな考えをしているのかっていうことで、はい、お願いします。はい、じゃあまず1問目。なるほど、これはもう丸でしょ。横浜が大好き、丸か×か、どうぞ。これも丸ですよ。あ、よかった。見るところがいっぱいあって、うん、もう全部見尽くせないというか、本当にもう魅力がすごいところだと思います。はい、緑もいっぱいあるし、いろんな鳥とか虫もいるし、タヌキとかも道路歩いてたりする、そういうところもすごく好きです。そうね、そういうところありますよね、よく。街がおしゃれだなと、こっちに来て初めて思った感想が、印象がそうなんですけど、みなとみらいもそうですけど、まあランドマークタワーだとか、なんかもう街並みが僕はいいなと思いますね。これは聞いちゃっていいんですか、市長何ですかこれ。続いての質問、皆さんに質問ですよ。はい、チャンスがあれば横浜市長になりたいか、丸かバツか、どうぞ。お、丸、藤さん丸、藤さんだけ。二人は男性バツさん、やっぱり大変そうですね。絶対大変ですね。大変そう、はい、で今の道をもっと極めたい。あ、なるほどね。そうですね、はい、私も同じです。逆に大変そうに思ってないってことですか。いや、大変そうに思ってるんですけど、僕も野球でしっかり第一線で頑張って、で現役引退してからその横浜市長、そこまで考えるの、市長選に。いや、これね、でもね、トップ当選しますよね。え、まずその野球でね、結構いるじゃないですか。いますね、あの芸能界から、いいタレント議員さん、タレント議員とか、僕もなんかプロ野球会からみたいな。なるほど、なんか将来安心ですよ。もうね、後継者見つかりましたよ。まあ憧れですけど、はい、さあ、ここでですね、なんと永井さんと山田さんのね、職場や大学の方からお二人宛てになんかメッセージが届いてるらしいんで、そちらの VTR をご覧ください。カフェトスカの小川シェフから永井さんへ。我々から見てても心配になるくらい毎日がむしゃらに頑張ってると思います。自分の見つめてる目標を見失わずに、まあ、思いやりを持ったいい仕事をして、胸張れるシェフになれるように頑張ってください。大学の塚越先生から山畑さんへ。白衣を着てですね、実習の場所に来ますと、今の学生さんは自分のことで精一杯になってしまって、いざ患者さんの前に出てしまうと緊張して相手の目を見て話すですとか、相手と自然に関わっていくっていうことがなかなかできない学生さんが多いんですが、山畑さんの場合はもう初日の段階からですね、もともと人と話をすることがとても好きだっていうこともありまして、初日から自然な形で患者さんと接していくことができておりました。座学で知識の方をしっかり学んで、実習では技術の方を磨いて、地域に密着した看護職になれるよう、勉強してほしいと思っています。実習でお世話になった山内さんから山畑さんへ。山畑さんたちが実習に来て、まあ、その後1週間ぐらいしたら一応こういうものをいただきまして、まあ、題名が山内看護師さんへってなってるんですが、もうこれは病棟全体にいただいたもので、とても2週間貴重な学びができましたっていう一人一人からのお手紙をいただいて、とてももう涙が出るほど嬉しくって、今のこの素直な気持ちで患者さんに向かう誠実さ、これを大事にしながらますますこの専門的な分野の実習入ってきますけれども、初心を忘れずというか、そういった気持ちで実習乗り越えて看護師になってほしいなというふうに思っています。さあ、といった VTR からね、このメッセージだったんですけども、いかがでしたか、永井さん。普段自分のことをどう思ってるのか聞けないので、本当にそんなことを思っているとは知らなかったので、ちょっと嬉しいですね。
そうですよね、頑張りたいと思います。本当に励みになりますよね、はい、いいメッセージでしたよね、はい、山田さんはいかがでしたか。はい、塚越先生も山内看護師さんにもすごくいろんなことを教えていただいたので、メッセージをいただけて嬉しかったです。それとあと手書きのね、あのお礼のメッセージ、あんなに喜んでいただいて、はい、嬉しいです。先輩はね、素敵ですね。まあ、二人ともなんかいい先輩でいいなと思ったんですけど、やっぱ僕もそんなみんないい先輩ばっかりなんで、そうですよね、はい。なんか今シーズンあの、ね、三浦大輔選手と一緒にトレーニングされて、はいはい、結構しごかれたと聞いたんですけど。そうですね、だいぶ、だいぶ走らされました。大人気の浜の番長ですかね。そうですよ、それがやっぱり期待されてるってことですからね、はい。最後に20年後の自分について皆さんに伺ってみました。じゃあ一斉に出していただきたいと思います、はい、どうぞ。出ました。あ、おー、なるほど、はあ。まずは永井さんからいきましょうか。はい、自分は地元は福島で、はい、やっぱり生まれたところでに戻って、うん、あの自分のお店を出せたらなっていうのが夢ですね。今ね、本当に福島の皆さんご苦労なさってるから、いや素敵です ね、お店を出していただくようになって。続いて山畑さん、はい、想像しただけなんかね、明るい家庭とね、その職場で患者さんを幸せにしてる感じがイメージできます ね。素敵ですね。で、国吉さんは現役で200勝、40歳で現役。あ、まあそうか、でもありえますもんね、全然。そう、まだまだ40歳すごいでもやってる方もいらっしゃるんで、やっぱり僕も年齢に負けないように40歳過ぎてもまだバリバリやってるようなピッチャーになりたいです。40歳過ぎても500円玉貯めておきたいって感じですね。かなり貯まってますよ、20年、はい、500円玉入れ続けた。それは続けていきたいですね。そうですね、皆さんね、やっぱり素晴らしい、うん、そうそう、なんかね、本当にね、具体的なね、夢があるのって素晴らしいと思いますね、うん。でも今までも一生懸命だったけど、これからもね、ご自身の夢に向かって一生懸命歩いていただくの、本当に私もね、今日はあのお話し聞かせていただいて、私自身も励まされました。そして皆さんが、あのとりあえず今ね、活躍してくれると横浜市民の人がお幸せになりますから、ぜひよろしくお願いします。これからも皆さんのご活躍をお祈りしています。今日は本当にありがとうございました。